私焼き菓子、美味しいクッキーを焼きたかったからこれを初回に持ってきたというか、あの狙い撃ちができるなと思って、あの理由を知ると、それから先生の最初の、あのレシピというかレジュメも手厚くて、丁寧で、あのいろいろすごいよくわかります。冷たいバターとね、ポマード状のバターと、あの日頃の疑問が、卵のこととかバターのこととか、あの多分レシピ通りにやってもできるんだけど、ちょっとこっちに寄せたいなって思うときはこうしようかなとかっていう、自分のこのアレンジができる、あの意図を持ってアレンジができる感じがしますね。なるほどね、ありがとうございます。池本さんはどうですか？一緒です。あのクッキーを美味しく焼きたいって思ったんで、初回に一緒一緒です。あの今まで、そうですよね、家で、まあ、レシピ買ってみてやってたんですけど、やっぱり違いをいろいろ知って、特徴とかいろいろ知れたんで、また復習したいと思います。私はね、粉のことが、ね、勉強できたなと思います。いろんな粉種類があるということは分からなかったですし、もう国産外国産っていうことしか分からなくて、あのタンパク質のこととか教えて